こんにちは、緑川です。今日は、残った、ね、毛糸同士で、何かできないかなと思って、ポンチョを、ね、編んでいこうと思います。でこちらが、ね、最近よく使っている、前の、ね、メランジホワイト 60g、トルコ製でアクリル100 108m です。でこちらが、ね、4玉とプラス 40g ございます。それから少し前にね、こちらで、5個あるんですね。こちら、ダイソーさんのスノーフレーク、ブルーグレー、30g 入り。で、長さがね、115m です。はい。で、こちらが5玉で、まあ、大体同じぐらいの分量かなと思うので、これとこれを引き揃えをして、はい、タートルネックのポンチョなんですが、今日はね、胸元に少しね、ギャザーを入れようかなと思います。メランジの前のね、ホワイトと、あと、スノーフレーク、ブルーグレーで、こんな感じになりますね。ちょっとね、こう、冬らしい感じになるかなと思います。ではね、襟元から、長編みで編んでいきますね。かぎ針は、私は今日は7ミリを選びました。ではね、長編みの作り目を編んでいきます。はい、4目ほど編んでいきますね。鎖編み、1、2、3、4、編んで、ホワイトをかけて一番下の1目目の鎖編みの上半目と裏山の2本を針の上に取ってホワイトをかけてくぐって出てきます。ホワイトをかけて左1本くぐって鎖編みをします。ここに鎖編みができています。次に長編みです。ホワイトをかけて2本かけて2本、これで鎖編み3目の立ち上がりと長編みが一つできたということになります。このね、長編みの頭の手前のこの鎖編みのところが頭になるのでマーカーをつけました。次に行きます。ホワイトをかけて編み地を縦にすると、さっき鎖編みをしたところがこのコブのすぐ上にありますね。さっき鎖編みを編んだところです。ここに針を入れてホワイトをかけてくぐって出てきます。ホワイトをかけて左だけくぐって鎖編み、ここから長編みです。かけて2本かけて2本と編みます。続けます。ホワイトをかけて編み地を縦にして、さっき編んだ鎖編み2つ目の鎖編みです。はい、かけてくぐって出てきます。かけて1本くぐって鎖編み、ここから長編み、かけて2本、かけて2本。はい、もう1目編んでみますね。ホワイトをかけて編み地を縦にすると、さっき編んだ鎖編み長編みのね、土台になっています。はい、1、2、3番目ですね。ホワイトをかけてくぐって出てきます。ホワイトをかけて左だけくぐって鎖編み、ここから長編みです。かけて2本、かけて2本。はい、これでね、鎖編み3目と長編みが4本ね、できています。こちらの編み方はね、別途説明動画がございます。上下にリンクが貼っておきますので、初めての方はね、一度ご覧ください。ではね、これを続けて首回り、私は、およそ55センチぐらいを目指して編んでいきます。はい、私のね、長編みの作り目なんですけれども、だいたいね、55センチになりまして、目数を数えたらね、最初の鎖編みのマーカーのところから数えて54目になっていました。はい、偶数目がいいので、はい、私と目数が違っても大丈夫なので、偶数目で終わるようになさってください。で、私のね、頭周りがメジャーで測ると56センチなので、だいたいそれ前後で、いつもね、こういう風に、タートルネックの襟を作っています。そしてね、少し前にね、編んだミストヤーンのこちらのね、新しいタイプなんですけれども、こちらはね、こう体にフィットするようなスマートなタイプだったんですけど、今日のポンチョはね、少しだけ、ギャザーをね、してみようかなと思います。それではね、まずね、平らになっていることを確認して、ここをね、引き抜いて輪にします。はい、輪にしますね。マーカーのところ、はい、一旦外します。鎖編み3目の一番上、半目と裏山の2本を取って引き抜きます。はい、
はい、ここはね開いたままで大丈夫です。最後にねとじ針で綺麗にいたします。それではね、2段目からは首になりますが引き上げの長編みをしていきます。はい、で1目めはねまずは、はい、鎖編み3目の方は鎖編みを3目ここで編みます。2目めから同じようにね編んでいきましょう。長編みで立ち上がる方はここからもうね長編みをしていきます。はい、やっていきますね。かけて、はい、表からしっかり上げて長編みをします。はい、1目めにマーカーをつけておきます。鎖編み3目の場合も一番上の頭にねマーカーをつけておきましょう。はい、そして2目め裏からですね、裏から引き上げます。はい、しっかりね引き上げます。表裏と1目ずつです。はい、後ろからですね。はい、表から1目おきに表引き上げ裏引き上げとね編んでいきます。はい、引き上げ編みのね最後の目です。裏でね終わって、はい、ちょうどいいですね。私は1目めが表、2目めが裏だったので、はい、ここが裏でねちょうどいいです。はい、これで、2段目が終わったのでマーカーを外して引き抜いて終わりますね。はい、このようにねなりました。で首のここのタートル部分はね表向きのまま、はい、このままの向きで次も編んでいきますね。はい、3段目に進みます。で、鎖編みの方は鎖編み3目で立ち上がって2番目のね裏引き上げから始まります。長編みの方は最初から表を引き上げて編んでいきますね。はい、どちらでもねお好きな編み方で大丈夫です。そして2番目は裏という感じで下と見た目が同じになるように表裏と編んでいきます。はい、はい、このようにね凹凸の出る伸縮性のある編み方になります。これがねタートルネックのこちらが一番上で今ね身頃に向かって編んでいっています。そしてこの首の長さはお好みですので、はい、何段でも大丈夫です。はい、ご自分のお好みに合わせて段数を重ねていってくださればと思います。ではね、私も好みの段まで編んでいきますね。はい、タートル部分なんですけど、今ね、5段目まで編んで試着をして、もう私は、これぐらいでいいかなと思うので、ここでやめてみようと思います。はい、ね、長さの方がおよそ9センチです。試着しましたら顎につくかつかないか、はい、ぐらいかなというところで、はい、あんまり今回は長くしないでおこうと思います。皆さんはね試着していただいてお好きな長さまで、はい、首元を編んでください。はい、ここからね身ごろに入っていきます。身ごろは、最初の1段目ここからね身ごろの1段目としますが、増し目をしていきます。で今回はねふんわりゲザーにしたいので最初から全部ね倍の目にしていきます。はい、ではね始めます。まずね1目目立ち上がりの目鎖編み3目か長編みで編みます。はい、そして1目目の頭には必ずマーカーをつけておきます。そして同じところにもう一つ長編み、最初の目にね、立ち上がりの目と今編んだので2目編みましたね。次のところも、はい、長編みを2つ編みます。
ね、身頃の1段目がもうすぐ終わるところです。今回はね、ギャザーのデザインなので、今ね時々間違っても大丈夫です。途中でね目数を整える段がありますので、はい、その時にねしっかり数を揃えれば大丈夫です。はい、今はね、はい、とりあえず倍の目にしてきました。ではね1目目に引き抜いて終わります。でこれでね倍の目にしたということは、私の場合で言いますと首周りがだいたい55センチぐらいの目数にしていましたね。で倍にしたので、110センチぐらいの、はい、ここがね広がりになっているということになります。はい、ではね身頃の2段目なんですが、裏向きにして編んでいきます。はい、そしてね、細編み鎖編みを編んでいきますね。まず鎖1で立ち上がったら1目目に針を入れて細編みをします。細編みの頭にマーカーをします。そして鎖編み1つ編んだら土台を1目スキップして細編み、これをね繰り返していきます。鎖1をして土台を1目スキップして細編み、はい、この段はこのようにして増し目はね、はい、しないでこういう模様にしていきます。細編み鎖1、1目スキップ細編み鎖1、1目スキップ細編み鎖1、1目スキップ細編み、はい、2段目はこのようにね編んでいきましょう。はい、2段目のね細編みのところですが、ここもね目なんですけど、ここは鎖1で飛ばすところになるので、ここはねスキップします。細編み鎖1を編んだら1目目にね引き抜いてこの段を終わります。はい、今ね2段目の細編み鎖編みの段が終わりました。表にね返します。はい、見た目はねこのようになっています。それではここから身頃の3段目です。はい、これやりますね。はい、それでは身頃の3段目です。長編みの段です。はい、まずですね、ここのさっき最後に編んだ鎖編みがすぐね下にあるんですけれども、はい、ここから編んでいくことになります。でね、まず鎖編み3目の方は先に鎖編み3目を編んでおきます。そして長編みで上がる方はこのね鎖で開いてるところ束にとって長編みを編みます。鎖編み3目か長編みをまず1目編みます。そして立ち上がりの目にマーカーをつけておきますね。はい、今1目目が終わったところです。そして2目目も同じところに編みます。はい、同じところにね、はい、そして次はこの細編みのところなんですけれども、はい、ここは鎖1でスキップしますね。はい、そして次の下の鎖1のところ、はい、ここにね長編みを2つ編みます。はい、そして鎖1、はい、この段はねこういう模様にしていこうと思います。はい、下を編むときは鎖1の隙間に針を入れて長編みを2つ同じところに編んで、次に鎖1を編んで、はい、これをね繰り返していきます。また次、はい、鎖1で開いてる穴に針を入れて長編みを2つ編んで鎖1、はい、編むところはこの鎖1の穴のところです。長編みを2つ鎖1、はい、ここの穴のところ、はい、長編みを2つ鎖
鎖1、はい、あのね、この段はね下で編んだ細編みをスキップしていますね。はい、このようにね編んでいきましょう。はい、3段目のね終わりのところにやってきました。はい、長編みに鎖1をして、はい、細編みをスキップして最後のここに長編みを2、そして最後に鎖編みをして、はい、そして3段目を終わりますね。このね鎖1を忘れやすいのでね気をつけます。長編み長編み鎖1というパターンでした。はい、ではね4段目に進みます。まずはね4段目最初に鎖1で立ち上がり、下のこの鎖1だった隙間にまずね細編みを1つ、そして今編んだ細編みの頭にマーカーを必ずつけておきましょう。すいません、今ね社長さんが膝でもごもご、はい、してまして、はい、そして、ここからはね増し目をもうね十分してきたのでここからは普通に編んでいきますが、ここの段は鎖2つ、この長編みを丸々ねスキップします。はい、そして隙間に細編みです。鎖編み2つして隙間に細編み、鎖編み2つして隙間に細編み、鎖編み2つ隙間に細編み、はい、4段目はこのように編んでいきましょう。4段目のね終わりのところです。今ね隙間に細編み1をしました。そして最後に鎖編み2つをして、そして紫のマーカーの1目めにね引き抜いて4段目を終わります。はい、マーカーを外します。今ねこんな感じになっていますね。はい、それではね5段目です。まずね立ち上がりの目を編みましょう。はい、鎖編み3目か長編みで立ち上がります。長編みで立ち上がる方はこの鎖の下に側に入れて立ち上がりの目を編みましょう。立ち上がりの目ができたらマーカーをつけておきましょう。はい、そして2つ目の目、はい、ここにね編みます。はい、今隙間にね2目編んだところです。はい、そしてここからはねもう増し目がありませんので、一緒です。長編みにして鎖1をしたらここにまた長編みに鎖1、隙間に長編みに鎖1、長編みに鎖1。はい、で今5段目ですが、4段目と5段目をずっと繰り返していくことになりますね。はい、もうね増し目がないので今5段目です。終わったら4段目と同じように編むという感じで4段目5段目を繰り返し好きな段まで編んでいくということになります。はい、ポンチョのね身頃なんですが、今ね18段目、長編みだけが9段、細編みの9段ということで、はい、18段目を編んでいる途中なんですけれども、今ね細編みの段で半分まで来たところです。そしてね今回ねちょっと
ふと思いついたことをやってみようと思うんですが、ポンチョのね、途中に腕を通す穴をね、開けてみようかなと思うんですね。はい。編み物しやすいように、腕を通す穴を開けて、またさらにね、少し長さを出してみようかなと思うので、今ね、ポンチョをちょうどね、半分のところで印をつけたんですね。はい。で、ここがちょうど半分のところにピンクのマーカーをね、つけました。そして、試着をして、片方がね、私の場合27個あったんですけれども、だいたいこう鏡の前に立ってこの辺でいいかなというところにね、印をつけました。8個7、こっちは7ですね。はい、78にしとこうかな。はい、でここを8個開けて、真ん中が11と88ですね。はい、真ん中でバッグの取っ手をつけるような感じのイメージですけれども、はい、ここのところはね普通に編むんだけど、腕を出すところをね鎖編みで開けていこうと思うんですね。はい、でこの今ちょうど身ごろの真ん中まで来たところでマーカーをつけていたんですけれども、ここからねこの目数分鎖編みでねスキップしようと思うんですね。そしてこの隙間、はい、自分で決めた場所なんですけれども、はい、ここに細編み、そしてここは今まで通り鎖に細編み、鎖に細編み、このマーカーのところでまた細編みをしたら、ここから鎖編みを23目しますね。はい、今ね鎖編みを23目編みました。でね、分かりにくくなると思うので、最後の鎖編みの裏山のところにねマーカーをしておきます。そして編み始めの、1目目、編み始めの1目目のところに針を入れて引き抜いて終わりますね。はい、そしてひっくり返します。はい、はい、そしてこのマーカーのところから始めますね。はい、でここは長編みをやっていくところなので、マーカーをつけていたこの裏山のところにね最初の長編みを編みますね。はい、そしてもうね外します。そして次の裏山、はい、に長編み、鎖1目スキップ、裏山に長編み、次の裏山に長編み、鎖1目スキップして、次の裏山という風にねやっていこうと思います。でね、ここが編み終わったらね、この開き口の広さを確認したいのでね、もう一度試着しようと思います。はい、今ねチェーンのところが終わったので、今まで通りの編み方にね戻っていきます。こんな感じでね開きました。はい、はい、腕をね出すところから長編みで4段編んだところなんですけれども、毛糸がね、はい、限りがあって、あとこれだけになりました。17グラム残っています。で、
最後にね、1段か2段か分かりませんけれども、裾は鎖編みをして縁取りをしていこうと思います。で表向きで、はい、正面のところになりますけれども、ここで隙間のところに一回このように細編みをしておいて、そしてマーカーをねつけておきます。そしてこの隙間ごとに鎖編みをねしていこうと思います。 1,2,3 かな、はい、はい、1,2,3、もし毛糸が足りればね、2段とか進めようかなと思います。はい、縁編みね一周してきました。で、ギリギリ足りそうな気もするので、もう1段ね行こうと思います。今ね細編みに引き抜いたところなんですけれども、この隣の鎖編み 1,2,3 のうちの1のところに針を入れて引き抜きをして、1つ移動して鎖1して側に取って細編み1、はい、ここねスタート地点にします。そして、最後の段鎖編みを1つだけ増やそうと思います。 1,2,3,4 にして細編みをしていきますね、はい、1,2,3,4 細編み、ちょっとだけ大きくしようかなと思います。はい、鎖4細編み1でやっていきます。はい、縁編みのね2段目無事ね毛糸足りましたね。あとほんのちょっとになりましたけれども、メランジの方がねなくなりました。よかったです、できましたね。はい、ではね最後鎖4しましたので、マーカーをしているところ、はい、後ろから前へ針を出してループを引っ掛けて、ループを後ろへ連れて行って、そしてここで糸をかけて、はい、糸始末できる分残してカットします。キュッと絞ります。はい、これでね綺麗に終わっています。はい、ではね糸始末していきます。前の糸のところを表に響かないようにこのようにね通っていきます。はい、ちょっと返し縫いをする感じで、はい、そしてね表を見て突っ張り感がないかを確認します。はい、そして OK だったら元来た道をぐしぐしぐしっと進んで、はい、カットします。それから首の方ですね、編み始めの、はい、ここもね開けていましたので糸を始末しますね、はい、よく見ていただいて最初の編み目、はい、一番端のここですね、はい、この下に糸を通して、そして最後の目の鎖の穴に針を入れてキュッとしますね。あとは後ろ側の長編みの足のところに表に響かないように繊維を割りながら始末をしていきます、はい、突っ張らないように引き締めすぎないように気をつけていきますね、はい、そして最後はぐしぐしぐし繊維を割りながら通してもみもみして、はい、これでね完成しましたね。はい、私ちょっとね今回初めてふと思いついて腕通し口をつけてみましたが、どうでしょうかこれね編み物するときにねいいですよね。はい、前もねちらっと思ったことだったんですけど、久しぶりに思い出してね、あ、そうだ、私肩痛いしね、セーター着るの大変だなと思ってね、開けてみましたね。はい、こんな感じでね、ペタンコに半分に折っ
て、そして半分のところから、はい、開けました。ではね、採寸していきますね。はい、およその目安になさってください。こんなに開いてなくていいのかもしれないけど、まあ開いてる方が動きやすいかなと思いますので、およそ22センチ開いています。はい、でこの開いてるところから開いてるところのお腹のところですね、ここはおよそ30センチです。はい、あと着丈ですね。はい、私は今回ね、毛糸があんまりないなと思ったので、首をねあまり長くしませんでした。8センチぐらいです。そして首の下から裾までがおよそ45センチか46センチぐらいになっています。はい、というねサイズ感でした。で、材料はね、冒頭にお伝えしたメランジは使い切りました。そしてこっちがね、あの1個ね残りましたね。はい、こちらはまあ使ったので4玉。はい、でこちらはね丸々1個もねまたね残ってしまいましたので、はい、何かねブランケットとか何か作るときに、はい、使いたいなと思います。お材料は冒頭にご紹介した、はい、量でメランジは使い切り、そして、スノーフレークはこれはもう本当にちょっとしか残っていないので4玉使いましたという材料でした。ということで無調試着します。腕をね通すの初めて編んでみましたね。はい、よいしょ。最近ねよいしょが出ちゃうんですよねもうね年を感じますよねよいしょって言っちゃう、言った方がいいらしいですけどね、何か動くよって体に言ってるらしいの。あ、いい感じですね、いい感じですよ。あのねこれね結構おすすめですね。あの幅もねちょうどいいですね。はい、私的には腕のところはきつくないですし、今ね座っているんですけども、裾はね十分もうね太ももについて、それよりね太ももより長いですね。はい、背中もねウエストはすっぽり隠れています。ちょうどあの椅子の座面スレスレぐらいな感じで、はい、上半身をね包んでくれている感じです。あらららら、らかわいいまたねスノーフレークのキラキラがあってね冬らしくていいですね。これね一つあると本当便利ですね。あとね脱ぎ着しやすいとっても、うん、ちょっとねチャレンジしてみましたけれども結果オーライでございました。はい、とっても着やすいポンチョになりました。はい、こういうなんかあの昔ね、私は持ってなかったですけど、こういう袖の開いたあのマントみたいなものとかね、なんか映画とかで見たことあるなと思うんですけれども、はい、良かったです。で、私も毛糸がなくなったのでね今回編みませんけれども、ここがね伸びるのが気になる方は引き抜き編みをね一周されるといいかなと思いますね。引き抜き編みだけでも、はい、使っていくうちにすごく伸びるのが気になる場合は引き抜き編みを一段なさってみてください。かわいいね、ギャザーのポンチョになりました。はい、残った毛糸同士でしたけど、とってもね素敵な一品になりました。これねポケットショールと同じ色合いでしたね、よく考えたら。はい、あれの残りでね一着またね作ることができました。はい、ちょっとずつ残ってる毛糸もこうやってね一着になると嬉しいですね。はい、で裾もね可愛かったです。鎖3と鎖4でしたけれども、はい、とってもね可愛かったです。これもうちょっとね足しても可愛いですよね。はい、このような感じで今回は腕が出せるポンチョを編んでみました。皆様のね何かヒントになれば嬉しいです。本日も最後までご視聴くださり本当にありがとうございます。今回のポンチョ面白かったねと思ってくださった方はぜひ高評価ボタンをお願いいたします。
大変励みになっております。またリカチャンネル編み物部ではこのようなポンチョやセーター、マフラーやショールなどね、日々いろんなものを編んで、挑戦して、そして動画にしております。ぜひこの機会にチャンネル登録をしていただくととっても嬉しいです。一緒にね、編み物をしていきましょう。ご登録お待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。みどりかわでした。女子マネさんに試着をしていただきました。とってもねシンプルな色合いで、はい、上品でね好きな組み合わせです。そして腕が出せるポンチョです。はい、裾をね、はい、鎖編みね、とってもね可愛くなりましたね。そして腕が出せるポンチョ、はい、作業がしやすいようにちょっとね急にひらめいたので穴を開けてみましたが、試着するとねとっても動きやすくてね、こういうのも一つあっていいなと思いました。ぜひ皆さんにもこの着心地の良さをね実感していただきたいです。首の長さもねお好みになさってください。今回ね私は8センチでしたが、はい、私はいつも長めにするんですけど、今回はねあんまり上にねしませんでした。毛糸がねちょうど、はい、ということでした。ぴったりねメランジを使い切りました。はい、床に置いてみました。はい、そこでね社長さんいらっしゃいました。はい、このような感じでねすごく上品なポンチョになっています。やっぱりね、スノーフレークのキラキラがね、とっても上品でね、着るとね、なんかもうキラキラがするのでね、とっても、はい、なんかね、嬉しくなりました。このような感じです。はい、社長さん、こんにちは。試着をしていただいております。そして見てください、このお手手、はい、ちゃんとねお手手のところから、ね、出していただきました。社長さんお似合いじゃない、落ち着きがないんですよね、ちょっとね今ね甘えたいみたいで、はい、ペロペロしたいんだよね母ちゃん。お似合いじゃないですか、こんな上品な色合いも。あー、社長さんギャラいらないんでしょうか。ギャラいる？ギャラ、はい、社長さんはね母ちゃんのお手手を舐めたくて飛び降りてしまったんですけど、社長さん試着してくださったのでギャラをね差し上げようと思います。ギャラね、今月は2択です。うん、そうだね、どっちがいいかな、いきますよ、ブルーベリー、今、うんって言ったの？あ、うんって言ったの？あ、そう。今日はブルーベリーがいいんですね。はい、わかりました。じゃあ、ブルーベリーね、1個差し上げます。はーい。